て、おろ、柳田じゃないか。お疲れ様です。あのね、一旦強制面接を終えと思う。え、来ていただいたんです。おう、お、カップルや。俺さ、俺お前らに物申してんことがあるんだよな。はい。俺ちょっと怒ってんだよ。なんですか？怒ってる。お前らのラジオ聞いたんやけど。な、はい。わし怒ってんだよ。怒ってる。え、悪いけど、はい、わし別にお前がそのノアチェンが告白する。あれのためにあれしたんじゃないんや、ね、結果的に告白してこいとも言ってないしな。結果的に、そうそう、取ってしまった。そのなんか告白し、おじさんが告白してこいって言ったみたいな感じにお前。いやでも、いやこっち目線ではでもだろ、そういう風に。いやいやいや、違うよ。わしはだからその日、その日にチェンが、はい、まだ一言も会話してないって言うから、そうなんですね。いや、その会話したその寂しい野郎から、まあなんか喋る時間があった方がええやろなと思って、じゃあまあ柳田待っとれよっていうふうに言っただけで、別に告白、そうよ。あ、そうなんだ。それをなんか自分が告白しに行ったのにわしに告白さしろって言われたみたいな感じの、お前言い方、お前捨てし、なんかキューピッドおじさんみたいな感じに、お前公式でお前やりよって、お前チェーン、お前、お前すごい。おかげで、おかげでヒロシが、ヒロシがベラボー笑ってたやんか。おい、違うんすか。違うよ、結果的にね。そうなって、いやだから話したこと、話してないよ今日って言うから。あ、そう、話してなかったんですよ。いやだからその日寝るって言ってる、いやいや一日一回は話した方がええやろと思って優しい。もうそういう風に言ったら、なんかそうなんですね。そうや、えれえ恥かいた。結果キューピッドおじさんが、えれえ恥かいたよ。まあまあ、結果、すいません、結果オーライからね。結果オーライ。ほんまに。あ、ファンさん、なんか飲み物、食べ物あります？大丈夫ですか？あー、だって店の中でもらえるんだろう。でもまあ、すごいわしはほんまにおいおいおいと思いながら聞いとった。でもなんか、あたかもわしに言わされたみたいな言い方してん、チェンが。お前の言い方すごい悪意あったな。俺わしめっちゃ思ったからな。こいつわしのせいにして、帰ってこれた、すいません。今そのおかげでやられたんで本当にありがとうございます。まあまあまあ、お待たせしました。どうして？はい、あー、歪み散らかしてました、すいません。お前やで、お疲れ様でーす。ルー、どんな風邪やったの？なんか熱だけのやつです。何度？生。あ、でも8度ぐらい。へえー、一緒や。なんかでも鼻が来なかったんで、ちょっとなんかだるい感じと。咳は？咳もなかったです。何や、ただだるい。
ただだるい。はい。そうか。なんかやめろよお前、バレるだろ。もうついさっきその話してたんですけど、お匂わせやめてくださいよ。何ですかあのプリップ。なんかね、何の話だ。何の話だよ。やめてよってニコニコしてらっしゃいましたね。何の話だ。何の話か分かんねえな。私もちょっと分かんない、分かりかねます。分かんねえ、うん。まあ、ほんまにそうやったとしたらお前こんな堂々とできるわけないやろだって。そりゃそう。あえてだからおもろいやんか。分かるやろそれぐらい。まあ、それぐらいか。それはルーが乗っかってくるんだと思ってたんだけど、やっぱお前はそこまでじゃないか。え？お前はその程度か。いやもうそれ以上はやめて。だる。だる。言わない。だる。それ以上はやめてって何？四割、五割、五割したら。1800万で7さんに1800万上げて、プール金で1800万入れたら9000万を4人で割れる。どんな感じの人だったんですか？5人で割れる。平重さんって俺のやつをプール金にしたり。どんな感じ？なんか俺白市民の平重さんしか知らないから気になるなと思って。昔話してたあれですけど、うん、いいよ教えてやろう。あんま俺も昔のことやっぱあんま知らないし、聞きたいなと思って。いいですね。うん、あの9000万を5等分で1800万。あってるあってる。ヘラシギが最初にわしと会ったのは、一番喋ってるわ。わしがプリズンに捕まっとるときに、たまたま変ななんかドクロのマスクみたいなのかぶって、こうプリズンに来た人間がいたんだな。でなんだこいつと思って。で話聞いてみたら、そのなんだっけ、面会所みたいなのあるじゃん、プリズンに。あ、ありますね。そうそうそう、あそこで初めて会ったんで。で、なんかわしに、わざわざプリズンに来たらしいんだけど、それがわしに会いに来たっつう話だった。どうやらヘラシギは日本からこの町にやってきたっていう子で、もともと日本で詐欺師をやっとったらしい。詐欺師だったんですかあの人。そうだ。あ、じゃあこの70代は向こうへ。で詐欺師をやっとるっていうことで日本で悪事を働いとったんだけど、その日本でなんかわしの名前の新、わしのが載ってる新聞かなんかを読んだらしいんだな。うん、そう、わしの犯罪の話、まあ、凶悪犯罪者が移送されてるっていうのを見たらしいんだよ。で、そういう人間、海外の凶悪犯罪者の人間が一体どんな人間なのかっていうので、わしに会いに来た。集め終わって、次ジョバニ面会しに来た。どうした？そう、なんか、で、その時ちょうどジョバニ？わしはそのモズを立ち上げたばかりで、グレの買い物行く。はい。まあ人手が必要だったんだよ。で、その時柳田とカインとわしと、柳田カインわし、一緒に行く？柳田カインわしだけだったのかな。柳田カインオスだから三人か。そう。フェズコさんが取る分終わったんですよね。でその状態で、まあヘラシギがわしにこういろいろ教えてほしいみたいな感じで言いに来たんだよ。犯罪をですね。犯罪というか犯罪者の考え方みたいな。うん。で、まあ人手が欲しかったのもあって入れたんだ。それが始まりだ。そういうことだった。で、もともと詐欺師で、まあ、銃の腕も車の運転も飛行機の運転もこう特にうまいわけじゃなくて、うまいわけではないんですね。うまいっていうのかと思って期待しちゃった。あいつは要はこう言葉で人をたらし込むっていう人間なわけで、元詐欺師だから。あ、だから別に運転がうまくなくてもいいし銃の腕前がなくてもいいっていうところで
日本でもともとなんか銃文化じゃないんだろ。そうみたいですね。うん、だヘリコプター乗る犯罪者もそんなにいないってわしはそういう認識なんだよ。そっちのタイプ俺一番苦手なんだよな。俺が一番やられるタイプだ、うちのタイプは。うん、でまあ要はそういう詐欺師をやっとるっていうことで、ただやっぱりギャングである以上抗争とかさ、そういうのがやっぱり、うん、頻発するし、戦わなきゃいけないっていうので、まあ、最初はこう乗り物とか銃の練習とかそういうのをさせとったんだよ。でもやっぱり向き不向きは人間あっても、まあまあまあ、だからあいつにはこうファームだったりとかこう市民の人間の中から犯罪の素質がある人間を見極めるように、その詐欺師としての能力をこう使って市民との交流を取るようにわしが命じたんだ。外交系ってことですね。テーブルが真っ暗で何も見えない。もともとヘラシギがその詐欺師になった理由みたいなのもまああるにはあるんだけど、はい、まあ、だからあいつは人と対話をしたり人のこう心を覗くのがこう得意な人間だったんだよ。うん、で、まあ、要はヘラシギはそれで自分の任されたところで、まあ、人をこう家に招き入れられるようなね動きとかをしとった。でその時にやっぱり新人の市民に対してよく話しかけるようになったのがそれがきっかけだ。よくこの町でヘラシギに町案内してもらえたっていう風なやつは多いだろ。あ、よく聞きますね。それはそれはそれが理由だ。どういうことか。そうで、まあ戦闘っていうよりはどっちかといえばそういう市民と接する時間、犯罪をするよりもそういう市民と接する時間の方が長いやつだったんだ。うん、まあそういう風に生活しているうちにこう市民に対して特別な感情が生まれるようになったんだろうな。女王ですね。女王みたいなもんだな。もともとヘラシギが犯罪詐欺を働いたりとかする理由っていうのが憎しみを相手に抱かせることによって相手の中で自分のこう印象とか自分を相手の記憶に無理やりすり込ませたいっていう寂しいやつなんだよ。寂しがりやっとこった。おーナイス。ギリギリだったしナノさんの紙カバーもあったし、だから、まあ、金だけはそういう風に去年買った今回ちょっとね犯罪じゃないことで相手の記憶に残ることができるっていうことをこの町で強く知って、ね、あいつはそっちの道に行ったんだよ。それが強く明確になったのは私の指示を無視してでも市民を守ろうとしたそういうことがあったんだ。そのせいで実際にこうヘラシギの 身が危険に及んだこともあったし、もともと騙す気だったのにそっちの方にだんだん流れてっていうとあれですけど、そっちの方にだんだん行ったんですね。本質なんだよ本質。大丈夫です。ヘラシギが犯罪とかその詐欺行為に及んでいたというのは目的としては相手の記憶に残りたいっていう思いなんだよ。覚えてもらいたいってことですね。そういうこと、忘れないでほしいっていう思いなんだ。うん、それの一番強く相手の心に残るのが恨みだと思ってた。残るかも。恨みとか憎しみがそうだと思ってたんだ。だから犯罪をしていたんだよ。ただこの町に来てそれ以外の形で感謝の形で相手の記憶に残るっていうことがこう頻発して連続でこう起こるわけじゃん。だから今日最後にそういう家族みたいなことを言ってたんだ。その町で会った人とかどうって。
うん、でその結果わしが例えば城市民に対してどうでもいいっていうわしは思っとるわけなんだけど、死のうが生きようが別に関係ねえからさ、城市民が。まあそれはわかります。だとしてもやっぱヘラシギはそうではなかった。城市民の中にも大事な人間があいつにはいたという、その時はそのせいでその人間、大事な人間に害が加わるようであれば、危ねえ、その自分の身を始まるって大停電した後に1億かかった、自分の身を挺してでも城市民を守ろうという動きをしたんだ。めちゃめちゃ起きてるよね。危ねえ危ねえ。でもそれは私の命令に反してた。そうですね。でなんかその度に俺強制瞑想入って、でその結果ヘラシギはとある犯罪者に一回こう刺し殺されそうになったことがあって。え、でその刺し殺されそうになったことによって記憶を半年間失ったんだよ、ヘラシギさんが。そう、半年はやばいな。わしはな、別に城市民がどうなっても構わん。だから自分の部下がわしが仮に止めてたとしても、それがこう止められなくて言うことを聞かなかったとしてもだ、こう害が及ぶのは本意ではないわけ。そうですね、もうムカつくわけだよ、自分の部下を傷つけられりゃな。それがましてやギャングじゃなくてただの半グレにやられたって話になったら、それは私としてもまあ放っておけないわけだ。ただ俺も気持ちは分かります。で私がその犯罪者を殺した。それがマイケル・モイヤーズというこの町でいうレッドラムという事件の話だ。それがレッドラム事件っていうことですか。そうだ、何年前ですよ、半8ヶ月前ぐらいじゃない、1年前ぐらいか。1年前か、ま、1年も経った、もうちょいか、半年、いやどれぐらい経った、1年かな、どうだろう。マイケル・モイヤーって人ですか。マイケル・モイヤーズという人間の話だな。聞いたことないな。ナタル、はい、お前モイヤーズ知ってる。名前だけ聞いたことあります。会ったことはありません。あ、そう。本当です。10ヶ月ぐらい前の話かな。うん、まあ、すごい前です、それは。そう。僕、ギリモズじゃないかもしれない、それ。ああ、だから、その時、ウェスカーさんがまだうちにいた時だね。はい、僕、モズじゃなかったですね、それは。うん。なるほど。なんなら、僕は寝てた時期と被りますね、多分。ああ、かも。はい。僕、戻ってきたら、アンブレラあったんで。そっか。まあ、だから、そういうことやね。当時はその後藤ちゃんとかバウアーとかがそのマイケル・モイヤーズを絶対に検挙するっていうスタンスだったにもかかわらず、わしとグッバイに関しては、まあモズとグッバイに関してだけはマイケル・モイヤーズの命を絶対に奪うっていうスタンスで動いてたんだよ。検挙と奪うってことですか。そうやな、だから警察は司法でさ裁きたいっていうことじゃん、ね、犯罪者を。ああ、わかります。それも正義ですから。そうそう、でもわしらは別に法律の外側の人間だから、ただ殺せりゃいいのよ。で私はそのマイケル・モイヤーズの事件を非常に楽しんでたんだよ、実は。うん、だって面白いじゃないか、たった一人のね、わけのわからん半グレが市民をひたすら手にかけて、ギャングよりも一時期恐れられてるっていう、かなり目立った存在だったんですね。そう、私はそれをこうまるでなんだろうな、映画を見るような形で楽しんで見てた。なぜなら一番最初のタイミングで犯人と接触していたからだ。誰が犯人だ、誰が殺したんだ、警察とか市民が右往左往してる時に私はその犯人の素性を知っていて、誰がやっていたかというのを知っていたから、だから私は傍観者としてその事件を楽しんで見てた。別に警察に情報を教える必要もないし、市民に教える必要だってないだろ、そんな義理はない。だから私は楽しんで見れてた。なのにもかかわらず、そのマイケル・モイヤーズはわざわざ私の組織、他のギャングじゃなくてだ、
私の組織のメンバーにちょっかいをかけた。それがまあヘラシギさんですもんね。そう、いくらそれがヘラシギだったとしてもギャングのメンバーだというのを知っていたはずだから、ギャングには手を出さないっていうふうにすりゃよかっただけの話なの。ん？ん？あ、すみません。そのマイケル・モイヤーズってやつはもういないんですか？ああ、ここには。わしが溶鉱炉に沈めて溶かして殺した。そうなんだ。だからこの町でギャングがよく溶鉱炉溶鉱炉って言うだろ。はい。それは私がそういうふうにしたからだろ。溶鉱炉に沈めて完全にこの町から消した。そこまで残酷で残忍なことをした組織も人もこの町ではいないだろうな。だから安直に溶鉱炉に沈めるぞって言って溶鉱炉に沈めるやつもいるかもしれんけど、そもそも溶鉱炉に人間が入って生きて帰ってこれるわけはないんだよ。当然ですね。だから私は溶鉱炉に沈めた。結果的に奴は消えていなくなったという話。それでヘラシギさんはそのケツを拭うためにやめたっていう感じですか？いや違う、結果的に奴には、まあ、説教をして勝手をするなっていうことは伝えた。でもその時に明確にわしがこいつは向いてないって思ったんだよ。うーん、時すでにな、まあ、こいつはだから足を洗って今いる生き方を貫くべきだと私は判断した。案の定やつもそれを望んだ。だから巣立たせた。どういうこと？だからあいつはもともと寂しがりな人間でな。人にはこう忘れてほしくないとか、こう覚えていてほしいっていう強い思いがあったから犯罪をしてたわけだから、犯罪じゃない状態でその感情をこう持ったまま生きるってなると、要は思い入れが強くなるってことになるんだよ。人に対して、特定の人に対して。それがあいつの悪いところであり弱さだ。結局特定の人間に入れ込んで、その人間との関係性が崩れれば自分も崩れてしまうっていう。それはあいつのトラウマから来るものではあるにしても、その依存体質というふうな部分が結局はあいつの自分の首を自分で絞めたところだ。それと加えてあいつがその自分の本質に気づききれずに、ましてや周りの人間とかこの町の人間を軽視した部分があったんだろうな。で突っ走った挙句ということだろうな。なるほどな。じゃああれなんですね、ヨコロはマイケル・モイヤーズさんのお墓でもあるんですね。墓なんていうと別にそんな大したもんじゃないだろう。だからナタルもヘラシギとはそういうつながりがあってな。なあナタル。ヘラシギと。そう。はい。あ、まあつながりはありますよ。ナタルは思い入れが、そのヘラシギからナタルに対しての思い入れが多少強い時期があったんだよ。はい、ああ、ありましたね。ありましたね、わかりますよ。俺がモズに入るときとかね、俺が一回ちょっと街離れるってなったときとか、うん、寂しがってたんですか、ヘラシギさん。うん、だいぶどれぐらいなんだ、ヘラシギさんって。別に突き放すこともしないけど、うん、まああんまり重くなったときは俺は基本的にヘラヘラしてるかな。ああ。うん。
まあ別にだからっつってめんどくせえからいいやっていうほどのことでもないし、話は聞くし、もちろん相談にも乗るけど、でそこまでではないから。若干俺とヘラシギが話している時には多分ね、まあ、その場にいればわかるけど、割と温度感はあると思うよ。温度差あるよ。俺とヘラシギさんさんがすごいってナタルさんが結構ドライな感じみたいな。ナタルさん結構ドライな印象は俺もある。ナタルはドライだけど、温情は深いからなこいつは。それはわかります。それめっちゃ感じた。あとヘラシギがね、街いなくなるっつって報告聞いて二人でしばらく話してたし、ドライブで。話したいことは話したし、だってこいつがわし、ナタルは多分モズの中で一番わしの勧誘を強く受けた人間なんだよ。うん、多分だからあれじゃねえかな、実際は分からんけど、うちの組織で勧誘、わしが直接勧誘した人間で、あ、でもどうだろう、一番強かったのはナタルか。500ですか。500とかい、色っけても800。ボアとナタルはわしが勧誘したんだけど、そうですね、はい、ボアさんのことめっちゃ誘ってましたね。いや、ボアよりナタルの方が強く勧誘したよ。僕だいぶ呼ばれましたね、うん、まあ会うたんびに言ってたもんな。本当にそれまで一切つながりなかったのに、なんでここまでこの人はと思って。こいつね、一回おまわりやってたことあるんだよ、体験で。あ、なんか元警官ってのは体験だったっけ。体験っす。体験で、あの後藤レムの付き人でやってましたよ。そうで、はい、ボスかヘラシギか誰かに撃ち抜かれました。なんかそんな客船で、そんなこともあったね、よくわかんない。客船で。でもこいつがその車でチェイスしたりしてる時もそうだし、やっぱその人のさ、本質ってすごい 見抜くのって難しいじゃない。うん、なんかまあビビッとくるもんがあったんだよ、わしの中で。なんでこんなチルな。え？いや、ヘラシギの話しとったからだよ。今日ヘラシギさんが元モズで、まあ街ちょっとあれじゃないですか、帰国したから、ヘラシギさんどういう人だったんですか、モズでっていう話を聞いてた。面白いよ。昔話というか。ちなみに一番うちの組織に入りたかったのは、私の印象でね、ランキング付けすると1位はなので。マジっすか。マジで。俺からしたらもうダントツ1位で一郎なんですけどね。いや、一郎はね、他のところも浮気してるから。ああ、まあ確かに。いや違う、僕は浮気してない。お前は浮気してるよ。はい、まあ印象。お前は浮気してる。いや、でも一番思ってるのは1位。いや、なのが一番強かった。そうだろ。じゃあそういうことで、私が一番モズの愛が深いということで。ああ、ボス、僕はダイオは、ダイオは違う。ダイオ君の話聞いたことないの。え、何？ダイオの過去？ダイオ君、汚職したのまでは知ってる。で、汚職してどうやってモズに入ったの？ダイオは髪が白いから。違う。髪が関係ないだろ。ダイオはわしとマンツーのチェイスをしたりとか、散々そういうわしを追っかけ回してる時に、こいつ一時期金をめちゃめちゃしこたま集めてる時があったんだよ。この時にその今までおまわりでさ、その汚職って言ってもさ、なんか物を勝手に使ったりとか、人をね、市民を殺したりぐらいじゃん、汚職っつったってぐらい。なるほど。はい。ダヤの場合は逮捕した、検挙した人間に賄賂を受け取っ、賄賂をこうもらって逃すっていうことを多分やっ、めっちゃ悪いな、唯一それを続けてて。続けるなよ、うん、すごいな。一番こう毒の強い汚職をしてた。あ、そうです、ね、まあやる警官いないですもんね、うん、そんな。まあでもやりそうだなって。で、まあそれが明るみになって、まあ汚職でクビになって、で、その、それでこいつ運転がまあ荒いだろ最初。まあ今も荒い、まあ今は良くなった方だよ。最初はさ、バグラントっていうめちゃめちゃこうバギーの
あのわけのわからん馬力のあるバギーがあってな、なんか多少ひっくり返ったぐらいじゃもう全然びくともしないようなやつがあったんだよ。ありましたね。そのバグラントで意味のわからんところからジャンプしまくったりとかさでそれをなんかなんていうの、助手席に乗せてる人も含めてなんか怪我させたりとか、むちゃくちゃしてるやん。そういうのをこう半グレの状態でずっとやっとったんだよ。でみんなこいつの助手席に乗んの嫌がってな。まあ嫌でしょう。でしたね。でなんかそれで無理やり乗った人間がいて、その子を怪我させてどうのこうのみたいなトラブルがなんかあったりとかまあようわからんことまで首突っ込んでこう火の粉をばらまいてな。で最終的にラグナロクっつう半グレ集団に拾われて、でもそのラグナロクっつうところが心なし半ばで砕け散って、でそれの残党としてその意思を継いでやろうとしたんだよ。だよ。でも一人じゃその素質がなさすぎて、組織みたいな風なのを引っ張っていく能力まだまだない状態、まだケツの青い状態で任されたもんだから、何をしたらいいのか分からず、結局半グレの脇男とか他のその他連中とかと一緒に訳の分からん悪さして、半グレの脇男っていう単語しみる。ダヨさんもダヨさんもあれなの、ゼロさんとか伊達崎さんと同じ世代の半グレ。いやちょっともう一つをあの奥前か。奥、まあ、そうなんだ。奥って何奥じゃなくて前っていう。多分俺とか怪奇が来た時に半グレしてたのが伊達崎ゼロコンビ。そこら辺ですよね。多分伊達崎さんとかが来た時は伊達崎まだ白市民だった頃。違うよ。伊達崎とかが一回グッパイ入って、でグッパイからやめて、で半グレやって、でそこでアンブレラに入った。そうだ、ちょうど多分グッパイ辞めた時期ぐらいに多分怪奇とか僕とかが来てるはず、うん、俺9月ぐらいだからだいぶ。でその半グレをまとめてたのがナシマさんだよ。うん、聞いたことある。そうなんだ。そうだよ、うん、そう僕もナシマさんのところに多分いました。そうで、まあダヨはそういうことがあって散々悩んで、まあ、その都度わしに相談しに来とったんだよな。そうですね、うん、で一回町は離れたんだけど、いろいろ勉強して帰ってきたっていう状態だったんだけど、まだまだケツが多いもんで、うちで面倒を見るって私が決めたんだよ。ただそのこの町を去る前に、こいつがこう恩返しって言ってわしにすごいいろいろこう尽くしてきた時があって、その時のダヨの動きが非常に良かったから、戻ってきた時はわしが面倒見てやってもいいなっていうふうには思っとったから、戻ってきたタイミングでわしが拾ったっていう感じやな。1日6時間ぐらい素材集めとったろ。そうですね、なんならあの多い時12時間集めてましたね。そうひたすら一人で、なかなかひたすら一人でだぞ。しかも害じゃなくてない。そう、一生な。それを私がそのなんだろう、なかなかできることじゃないと思ったからまあその素質的な部分でな。まあ今だったらなんかもうみんなやっちゃってるっていうのが。どういうこと？今もうなんかフルフルで集めてる人いますよね。フルフルでっていうと？ゴジゴジでってことですね。やってる人がってことでしょ？そう。いないってことでしょ？ああ、いやだから当時はすごいことだったんだよ。うん、当時取れる量も少なかったですからね。そう、まあ、そこなんだよね。半分ですからね今。ラバーゴミ箱からしか出ないんだぞ。あったぞ。ダイはどっちかといえばその薬の素材だったな。花とか。じゃあ花かな。花も少なかったよね。花も少なかったよ、うん、花も少ないし、硫黄なんか全然出ないし。硫黄ひどかったよな。
用意どうかったっす、あれ集めるのに1週間かかりました。まあ、地獄だったよ。これ本当にもう、はぁって。石ころが出てくるもんね、あれ、うん、石ころ出た時は歌いじゃないよ、あんまやんないけど。あれの時も本当に一回くじけそうになった、あれは。でもちゃんと全部なんだろうね、ちゃんとやったもんな、お前はな。そうですね、最初は1000で、次2000で、3000で、4000で。で、まあナタルは、まあそういう感じやね。わしがラブコールしてひたすらずっとぐらつかせて、白市民で生きる道をずっと選んでたのに、ナタルは。俺頑張りました、結構ね。頑張ってたんですけど、思った以上に白市民での生活に中身なさすぎてやばくて、あそこでもうちょっと何かあったらもう分かんなかったですけどね。うん、だって俺だってね、6時5時とか5時5時とかで俺鉱山行ってはギャンブルして、鉱山行ってはギャンブルしてですよ。あとはあれだろ、車の教習やってたんじゃない。そうですね、あの斉藤さんに社長やんねえかとか言われて、教習所のお兄さんやってましたよ。教習所のお兄さんナタルさん。そうだ、だからその時期に、俺がやってた時期に、アイリスの人たちみんなバーって街に来るもんだから、みんなに免許あげてた。絶対スパルタじゃん。うん、めっちゃ優しく教えてたよ。本当ですか。レース免許だけスパルタなの。ああ、なるか。で、あのエデンあるじゃん、車屋の。ありますね。あそこでナタルミツとバッタリ会った時に、わしがまたそれで打ち来いよっつって、で打ち来たんだ。で、まあ、そっちその後いちかが仲いいからって言って、あナタル私に任せてくれれば口説いてきますよって言うから、あじゃあ口説いてきてって言って口説いてもらった。え、あいちかさんの方が先ですか。そうだよ。ああ、そう、お女か結局。ぶち殺すぜ。違う。あ、すいません。あ、すいません。表出ろよ。あ、すいません。すいません。すいません。違います。違います。でも、ナタルはわしに対して忠義はうちの組織の中でもトップクラス高いと思ってる、わしは。だってナタル、わし死んだらどうする？いや、死なないでくださいよ。いやいやいや、死んだら。勘弁してくださいよ、死ぬって。死んだら、死んだら？待ち去るって言ってなかった。いや、もうボスがいなくなったら待ち去りますよ。って言うんだよ。だって入れ意味ないじゃないですか。面白いだろ。車の免許のお兄さんが今やこうだから。確かに。うん、まあでも会議は一郎の下りは知っとるんじゃない。一郎さんはなんかアンブレラのことをチブレラっつって喧嘩したりとかしてたのはした。いや一郎の時すごかったね。いやー、まあ。いや、一郎も一郎でやっぱりすごいね、はい、一生懸命だったし悩んでたし大変だったと思うよ。こっちもこっちで大変だったんだからね、マジで。いや、まあそうですね、僕はでも今でも本当にあのモズ以外入りたいって言ったことはない。え、お前嘘つけ。嘘つけ。これはほんまにないです。僕は8月末からあのずっと言ってますけど。言ったれだよ。本当ないです。だってさ、じゃなんでさアンブレラに声かけしたの。声かけたことないですよ、僕アンブレラに。ハンクさんからあのアンブレあのハンクさんにちょっと気に入られてて花集めたぐらいです。じゃあオールインは。オールインもない。あのね、それは唯一あそこのあのプリズンで僕が捕まってたまたまオールインの一部勢が来た時に、僕はあの花オールインを殺してたんで、モンディさんに言われて、でその関係値があったんで、もうボスやってられんすよみたいな感じで冗談で入れてくださいよって言えって言われて言ったら、いいよって言われた。この流れはありましたけど、本気でなんかこう頼み込みに行ったのは一回もないです本当に。あとなんか花の、それ以外はない。花のなんか手数料でマージン取ってたのあったのよな。なんでナシマさんにも頭下げてるんだ。そう、いやそれに関しても白井さんと話しつけて、白井さんが OK って言われてOK もらってたんですけど、それがなぜかナシマさんがお前飛んじゃねえよってマージン飛んじゃねえよって言われてた。そうで白井さんには OK もらってたみたいな感じの。違うよお前、それはだから名島さんに面倒見てもらってんのに、はい、それ同じ同一組織って分かった上で、はい、そうです。それをやってんのはおめえダメだろって話。そうだから、そこはもうたくさんやらかしてんじゃん。いや、やらかしてる。掘れば掘るほど出てくる音だったね。うん、もっと出てくると思います多分。
の前LW にもなんか入るみたいな話も出てるかな。LW も本当全くないですね。全く何にもなかったです。で、マックスの G、なんかグッバイにも、一回ボスにも言われたんですけど、グッバイに入るのかって言われて、えってなって、まあ多分辿っていけば、マックさんと多分銀行強盗してたんで、マックさんが、なんか、一郎さん行きましょうって言って、いつも人質にマックさんがなって、銀行強盗してたんで。でも、一郎を組織に入れようと思った一番の理由は、その研修中に、研修前さ、研修でミッション行かせなかったんだよ、わし。そうですね。うん、研修期間中は監視だけ。それは聞いたことありますね。そう、その時、あれでも、会期もじゃない一時期。俺は、すぐミッション行ってないだろ。すぐにはミッション行ってないですね。数日間は研修でっていう。だから今のニートさんとかアヌギフ君がすぐミッション行けてるの、ちょっと羨ましい。いや僕はでも回帰の速さも羨ましいと思いましたけど。いやそうだと思う。一郎さんはだいぶ一郎はだから1ヶ月近く1ヶ月くらいっすよ、うん、マジで1ヶ月っすよ、うん、1ヶ月半ぐらい。ひたすら物を集めて呼び出された時に話聞いて、ミッション行くから監視しろって言われて、こき使われて、そう客船の時にヘリでちょっと遠くで上飛ぶかけ、遊園地でずっと見てるだけ。そうそうそうでその1ヶ月半の下積みを経験した一郎が折れずに最後言ったのが、仲間で一緒にやらせてもらってるのにもかかわらず仲間のために一緒に血を流せないのが悔しいって言ったのがわしに刺さった。うわそれかっこよ、男だ。いやでもね、目の前でやっぱ助けれない。まあ会期も多分研修中に1回あったでしょ。ああそれめっちゃ悔しかった。悔しくて、そう、仲間がやられてるのを見てるだけしかできないっていう。だから一郎に足りなかったのがだからそこなんだよ。人に対してその中途半端に接触してたからダメだったんだよ。一本に絞ったりするにはこう気持ちで一本に絞るのは簡単だけど、自分の思いとして湧いて出てくるものがないとダメなんだよ。まだ全然課題ですそこは。そうだからそれがすごくわしには刺さったから良かったっていうだけの話。俺もそうだったな、研修中ほんまになんか腹立ってくるんだよな、何もできないのがね。見てると、いや回帰一回豆減りでね、あそこのあの谷底のところめっちゃ悔しそうにしてた。フロアめっちゃかぶりましたね研修中。回帰にその研修期間それで強くそこをすぐに行かせずにやらせたのはやっぱり半グレだった時期があるだろうなと。お前だってそうですね、だいぶ長いですよ。そうで、その半グレだった時期に見てたうちの組織の図があるだろ。その時はまあそうですね、ボスにはまあ何度も話したけどあまりそうボスにいい印象はなかった。だからやらせなかったんだよ。うん、わかる。いい印象が持ってない人間をミッションに行かせていい連携が取れるって私は思わないから。それはもちろんだと思います。そうだからそういう時期を設けさせたっていう部分はあったんだよ。いい印象なかったんだ。まあこう見えてちゃんと考えとるんだわしだって。俺色つけてお花とか買ってたのにな。いや俺ナタルさんに花売った時色つけてくれたけど、なんかすげえ愛想悪いから、愛想悪いなあの人って思いながら俺花渡して、もういいややめとこうって思いながら他の人に下ろそうって俺やってましたよ。ナタルさん花渡した時マジ愛想悪いなぁと思って、やべボスやばいですよ。俺結構あの時頑張ったつもりだったんですけどダメだったみたいです。ナタルさんめっちゃ愛想悪いっすよ。お前ドライだから割とでもそんなことなく、いや全然いいよみたいな感じで、なんか気分ある程度気前いいお兄ちゃんっぽくしたつもりだったんですけどダメだったみたいです。お前だからこううちの組織の中に入るとよりいいお兄ちゃん味が出るけど、外部にはちょっとドライで一線引いてんのバレバレなんだ。足りなかったみたいです。丁寧ではあっていいと思うんだけど、それは透けやすいんだろうな多分。全然違いましたよ。だから前とは後だったね。だから俺ナタルさんがなんか俺が刑務所にいた時とかに花欲しいって言った時、いや俺まあ全然在庫あったけどもうないですって嘘ついて。こいつ笑わないから。ないです。そう市民に対して。あそうそうそれもそう。笑わない。めっちゃ愛想悪い。そうそうそう。ああうん、じゃあこれからもそれでいくな。いや最高。なんで？最高。なんか悪かったな。なんか悪かったな。最高だ。また花下ろしてきてよ。
いやもうこんな感じだもんずっと。そうそれはちょっと怖いなって思いますよ。だからいいんだよ確かに。そう、まあだからナノもすごかったんだぞ。ナノは一回わしにあのトラミとナノでソスから連絡があって、プリズンでなんで犯罪者やってんのかっていうのを聞かせてやってほしいって言われたんだ二人に。でこれから個人医として育てていくにあたって、その犯罪者としてのこう考え方を教えてやってほしいって言われて、その素性を明かさないその二人の中の一人がナノだったんだ。でそれでその時宇佐美宇佐子、またそれ、あそうだっていう名前でやってた。宇佐美宇佐子だったそれは知らないわ。そうだ、うさぎのあの今でもたまにねつけてます。そうだ、そうだ、ピーバーに働いてましたね。どっちがどっちか分からなかった。でその時にわしがそのいろんな話をして、過去とかの話もちょろっと入れてして、それで個人医で犯罪者を助けるっていう道を選んだのかな彼女は。でそれの印象がすごい強かったらしいよ、わしと話をした時の印象は。それで半グレの集団みたいなのがソスが筆頭で、こう半グレのこう助ける、違う個人医で犯罪者を助けるっていう組織みたいなのがその個人医にできたんだよ。んーでそれがバラバラになってお抱えになっていく中で、唯一一人だけなのはこうどこのお抱えにもならずにいたんだけど、どこに入りてんだってなった時にソスにモズがいいって言って、でうちはお抱えあんま取るつもりなかったんだ当時、うん、そしたらソスがあの頭下げに来て、あの非常に優秀な一番弟子ぐらいの人間だから、モズで面倒見てやってもらえませんかって言ってソスが頭を下げてきて、でナノの話を聞いたら、そのモズ以外考えてませんでしたっていう話だった。でそれはその私の話を聞いて、モズというよりはわしに使いたいと思ってたっていう話をわしにしてきたから、うちで面倒を見るっていうのを決めたんだよ。なるほどな。そうだから、そういうなんていうの、歴史があるんだ。歴史めちゃくちゃ多いですね。そうよ、はじめナノちゃん、僕研修一緒だったんですけど、もう優秀すぎてもうめっちゃ悔しかった。そうな、はい、ナノは仕事もあったからな、その立ち位置がな。まあ個人ですしね、うん、即戦力でバンバン助けてたから。そうそう、ナノさんマジで神ピックだったからな今日の。ジンペイもフジコもジョバーナもあるよ、それなりに一人一人だ。いいね、うち来なよっていうのはないんだよ。だからそんな、ちゃんとボスが厳選して、まあ一応ね、厳選っていうかこうストーリーがあるってこと、歴史があるってこと。俺はだけどボスのことを裁判所で実際偉いんで言っちゃったけど、こいつすごいんだよこいつすごいんだよな。そうだよ、なんだこいつ、話しかけんじゃねえよっつって、ボスがもう二度と話しかけないでくれっつってなんか言っちゃったんだよな。なんだお前っつって、なんだお前っつって、あのキミトさんの裁判の時ですよね。そうそうそう、気安く話しかけんなっつって。誰だお前っつって、半グレ友達で話してたらボスが入ってきたから、ボスがうまく話説明してくれて、めっちゃ知ってるこの人と思って、おじさん偉いんですかって聞いたら、スッてボスが、なんだお前、家になってどっか行っちゃった。ああ、大丈夫、俺ね最初の警察のコーナーバンターマーさんに呼んでたから。そうだよ、レギオンでぶち殺しちゃったこいつ。でもその後俺があのビル上から落とそうとして、そう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 
それもなかなかだけどな。それもなかなかだけどな。いろいろあるんだよ。それが今となってはこんだけだよ。だってわしが来いって言ったらすぐ来るしな。ええ、オスが捕まるってなったら警察皆殺しっすよ。そうだ、名前こいつバンターマーとか言ってたくせに、今のそのだからしばらく前の警察官がわしの名前いじりした時をこいつが一番わしより怒ってたからな。なんでだよ。いやいや、でもあれは違うじゃないですか。あれはもうただ勘違いしてただけで、あれ、あでもあれはもう怒りますよ。だってモズね、モスっていじったりとか。それをだから言うと、柳田も最初プリズンにわしに会いに来てとかな、キミトスも柳田と一緒にあいつの性質を調べるためにあいつをさらってみて脅しかけてみたりとか。それ聞いたな、ダンボールがあった時。そうそう、わしが変装してさらってみたいな、脅してみたいな。だレイラもわしがまだ雪降って寒い時ブラックマーケットに捨てられてて、なんだこいつっつって拾ってわしが育てるって決めてとか。いろいろあるんだよ。俺だけどボズで最初に会ったのキミトスさんだな。あいつはわりかし外交もできるからな、言うて。いや俺田舎でドライブしてたら急にさらわれて、ちょうどいいとこに来たな、乗れっつって乗らされて、人質にされて、銃で脅されながら何もわかんないで銀行強盗させられて、最後海に落とされるっていう、なんかマジで今思えばほんまにクソみたいなことするから。マジでクソすぎるあれ。はってなる。キミトスさんは性質じゃん。そのカインが一番そう考えると軽いかもしれない。ずいぶん前ですもんね。2番目やな。ですよね、超前っすね。そう、創立レベルっすね。そうそうそう。カインはわしがこうツイッターツイックスでバイトをこう犯罪するバイトを探してたんだよ。まあ人も少ねえしさ。それで犯罪バイトに引っかかったのがカインだよ。で話聞いてみたら、犯罪意欲というよりはその銃に対しての意欲が強くて、とにもかくにも銃を撃ちてっていうイカれた野郎だから、こいつ面白いなと思って。カインさん意外とあれですもんね、撃てたらいいっていう感じですもんね。そうそうそう、撃てれば何でもいいよっていう風に言うのがあいつだった。諸友さんってどういう経緯だったの？諸友はなんかわしにそのなんだろう、なんかなんだったっけな、なんかギャングなんつってけ、なんかそのギャングに入りてっつってきたんだけど、なんかどんなんだっけな、なんかすごいもうのっけからすごいボスにため口、そうそう、すごい上から、そう上から来たから、お前じゃあその覚悟あんのかって言ったら、いやその覚悟あるみたいな感じだったんだよ。でそれ人殺せんのかって言ったら、いや殺せるって言うから、あーって言いそうだな、じゃあ殺してみろって言ったんだよ、うん、撃ってみろ、撃たなかったんだよ。え？でもわしに対して撃ってみろって言ったら撃てなかったんだよな。まあそれは撃てんと思うわ多分。でもそこで撃てれば、まあそのなんていうの、ギャングの頭を取るって相当なことや。やばいっすね。いくらわしが撃てと言ってもね。そうですね。それで撃てなかったんだよ。だから撃ち殺したの俺よ、そこで。うん、覚悟ねえじゃねえかっつって。何のために銃持ってんだお前っつって。飾りかっつって。でわしがそこでパーンと撃って、あ、なるほどなって、次はじゃあ撃てるようにするわって言って、
ていう感じやね。なんかそんな会話があったね。もう子供さんだけど全然絡みねえな。まだ俺絡みて。いやあの人なんか絡めば絡むほど面白いんだ。面白いぞあいつは。そうなんですよ。あいつ噛めば噛むほど味するからな。あいつなあめちゃくちゃ味味するよ。めちゃくちゃ味して、ね、あいつ味する。この前一緒にちょっと青花摘んだぐらい。あいつ味するから。今時間あったらホットドッグ売ってるしな。だからなんかお前たちにやっぱだから言いたいのはさ、うん、こうやってわしはお前たち一人一人とまあいろいろあるわけだよ。イチローがどんなやつか、ナダルがどんなやつか、会期がどんなやつか、ダヨが、フジコが、ナノが、ジョバがあって見てるわけだ、お前たちは。お前たちもしこうメンバーなのに知らないとかさ、どんな人なんだろうって思うなら声かけて一緒に動いたりとか話聞いてみたりとかさ、どう考えてるのか、なんでこの町にいるのかとか、好きな女はいるのかとか、過去に何があったのかとか、興味がねえとか、そういうんじゃなくてせめて興味持てっつう話なんだよ。興味はめっちゃありますよ。持て持て、持つだけじゃダメだ、それ回収しろちゃんと。わかりました。そう、それ回収できてないのはめっちゃある。その諸友さんもそうだし、そうだな、諸友さんだな。だけど一番だからリーラーさんとかもあんま話してないな、言ってたくさん。これから戦うね、もともとギャングだから戦うね、いろんな組織と相対する存在とかさ、立場立ち位置なんだけど、この我らがわしらがこれ以上に戦えるようになるためにはどうするべきかというと、やっぱな、自分たちを知ること、己を知ることなんだよ。同じ釜の飯食ってるんだから仲良くやれや。わかりました。つうこった。あら神社お疲れ様です。ヘラシギとは済んだか。はい、ヘラシギさんとは一旦のお別れを済ませてきました。そうか、お疲れ様です。お疲れ様です。お前フィーズどうすんだよ。バイロットフィーズは店長と副店長代理で立てて、そのまま変わらず経営していくっていう形になりました。お前は。あ、俺も変わらず働きます。ほうほうほう。なんかそのヘラシギさんがいなくなったから何かが変わるってわけじゃないみたいです。うん、人平もな、今なんかヘラシギの話からはいこう各メンバーの話をこうしとったんや。おー、歴史の話だね。歴史、ほう、そうそう、面白い。おでんに会いてえな。おでんって。あ、おでん、そうっすね。僕もおでんは結構初期面なんで。おでん。お話だけには聞くおでんさん。おでんいなくなるとしてももう一回くらい会いてえな。まあ不意に戻ってくるさ。ぶっ飛んでたようなそう、わしは別にそういうやつらもいつか戻って来れるように居場所は残しとるから、ね、うん、言うて。別にそんなにね、誰かがいなくなって寂しいだろなんだろあんまりないですけど、おでんは会いてえな。なんかおでんって誰ですか。僕はおでんとビビタ、ゼラチンおでんかな。そうゼラチンおでん。もともとね、安城なると空ビビタとゼラチンおでんで3人組でハングリやってたの全部まとめてひっくるめてうちに来たんだよ。俺それ多分おでんって人ね、俺あれだ、のし課長これね、アイアンバーガーってかね、マルガリバーガー出してドン引きしたさせたことあるから。車ぶつかっちゃっておいってなんか詰められた時にマルガリバーガー出すんで許してくださいってやってドン引きさせてそのまま逃げて、俺ギャングに勝ったわっつってウキウキしてた。その時おでんさん多分その人だ。僕最初待ち来た時その4人でずっとどっかいろいろ行ってたんで、結構思い入れのある人物でありますけどね。人平も人平で面白いからな。いや、俺ですか。お前もお前でおもろいやん。すげえ、ブダブーやと思う。まあ確かにモズの中では他組織から来たっていう人は多分いないのかな。いないですね。あんなトントンではいないじゃないですか。うん、どっちにしろ
唯一ダイオさんがだからそのラグナロクでしたっけ。あ、そうだ。でもあそこって結局アングレシュードか。うん。ちょい昔話出てくる。おもろいよ。だってあなるアンジョーもうちやったし、ウェスカーさんもうちやったし、あとまあなんかネマもそうだしとか。確かに。おもろいや。そうだ。陣平に関してはわしになんか脱がされたどうの方のってなんかルフしてた言ってた。何それ。もうその話やめてくださいよ。いやいやいや千番の俺聞いたちゃんと。お前を語る上では絶対逃がられないだろそれ。そんなに重要な脱がされたの。俺にも言ったもんな。そう、脱がされたんじゃなくて、クラフト上あれお前被害妄想だね、ただの。ナタルがモズって知らなくて話してた。そう、お前俺のこと何も知らなくて話したもんな。なんか服着て、なんか二重になんか着てたから、なんかお前それはず、これ外したらそれ外れんじゃねえかって言ったら、あのパッて自分で服脱いで。あの警察体験の時にアーマー着たまんまになってて、その緑の、あ、はいはい、でなんか警察の門かみたいな感じで言われたんで、なんか着ちゃっててって言ったらそれ外れるぞって脱いでみって言われたから、脱いだらあのアーマーじゃなくて普通の服、そう間違えてこいつが中の服脱いじゃって全部脱いでた、脱がされた。あ、自分で脱いだことにするのちょっと嫌だったんで、こいつそれはそれだろこいつほんまに。なるほど。脱がされたっていろいろあるんだな。何のプライドやねんそこ。何のプライドが働いたんだよそこで。そうだよ。まさかギャングのボスだなんて知りませんでした。嘘つけよお前。え、本当っすよ。あの時は何も知らなかったっすよそれ。いいっす。いやいや、お前がルフしてる時は知っとったろもう。お前がルフしてる時は知っとるやろ。あん時知ってたっけな。知ってるやろ。山本さんのところにいる状態で言っとったんだろ、もし知っとるやろ。そうだよ。いやだから本当に、いや本当にあのお前たちもしっかりちゃんとあれやれ、生きろ、生きろ、本当に面白いぞ。生きろ。だってさ、そのテルミの件もそうだし、うん、まあ今日のそのヘラシギの件もそうだけどさ、ヘラシギはわしに会いに来たって言って、一番最初この町に来てさ、ギャングになって半年以上ギャングやって、でその後白市民として生きて、でね、今に至るわけじゃん。でその淀川テルミも散々やっぱりわしに目の敵にされてさ、まあ苦しい時はあったろうと思うわ。でもその苦しさがあったからこそ今の彼女の人生とかさ、彼女がこうなんだ、歌を歌う、その歌にこうなんだろう、感情が乗る、思いが乗った、そう、思いが乗ってるっていうのは結局そういうことがあるからじゃ。うんうん、いい歌だったんですか、そのテルミさんの歌ってやつは。歌はそのだからわしの本音を言えば、それはだって歌が上手いやつってこの町にたくさんいるじゃん。でもそのお世辞にもやっぱりそういうやつらと比べたら、もしかしたらそういうね、比較対象がいる以上さ、この子の方が上手いなって思うやつはいるかもしれんよ。ただ私が聞いて私の気持ちに少しでも手が届いたのは、どれだけ歌がうまいやつではなく、その思いを乗せて歌えてるやつって話やな。だからそのそういう歴史があったからあの歌ができて人に届くっていうことじゃない。ただ薄っぺらい歌ではないわけよ、彼女の中でその歌は。って感じたし、私は。だしニートも1年以上半グレ、1年ぐらいかな、半グレやっとるけど、あいつもやってたけど、
一番最初にうちに入りたいっていうふうにわしに言ってきたんだよ。で1年間入れてなかったのがここに来て入ったっていうのもそうだし、1年間も半グレしてたんだニートさんって。1年近くやっとったと思うよ。もうそうだし、柳田が惚れた女とくっつくまでに1年近くかかってるっていうのも、ええ、あ、そうなんすか。ライアンさんって、ライアンさん彼女できたんですか。え、知らないの。知らないですよ。知らないです。え、知らないの。いや、多分あいつモーチェンと付き合ってるってだって。え、知らないの。報告ないっす。報告ないっす。本人の口から。あ、そうなの。なんか最近ちゃいちゃしてると思った。一つ手で聞いて本人に聞いて知りました、俺は。まあ、ツンツンしようライアンさん、ちょっと。そうなの。あいつ、あのノアちゃんと付き合ってるの。今日もノア…え、助けに。あ、なんか前になんか救急で話してる時、なんかボスが大きい声でなんか喋ってたわ、なんか そこで。あ、だから二人でバイク乗って助けに来るんだ、個人。え、なんか俺ボスが向こうで話してんの、なんかボスの冗談だと思って聞き流してたけど、あれ本当だったんだ。なんか言ってるなと思ったんだよ、あの時。もう別に隠す必要ないよ。そうだよ。冗談じゃなかったんだ、あれ。うん、あんまだからノアチェにあんま色目使うと、あいつ出てくるぞ。なるほど。逆にあいつ使いたくなっちゃう。え、逆にあいつ。どういうこと。応じろぞ。ダメか、やめとこ。ダイヤさんに怒られるわ。怪奇の色味はでも何ともならないから大丈夫なんじゃない。あ、俺そういうこと言うな。誰にも引っかかんないから、うん、やめろ。で色味使っても逆に引っかかってくれ、うん、足りないよ色ないよ。色ないとか言うな。その柳田もうちでナンバー2やっとって、ヘラシギ断るごとにヘラシギの面倒を見てたんじゃないかな。だからああやって歌とか頼まれりゃ歌うしっていうことじゃないかな。嫌な顔せず、それもそうだし、だからそういうふうにその薄っぺらい人生じゃなくて、ちゃんとこう接する人と接するのもちゃんとやってりゃいずれ花開く時があるってことだ。種はまいとけ存分に。長い目で見て、水を長くあげて、最終的には花開くから、やってみろ。最初はうまくいかなくていいんだよ。だから、うちがこうね、構想で例えば負けようがなんだろうが、最後に勝ちゃいいんだよ。そういうこと。それまでが大事なんだよ。だから焦ることはね。うん、だから焦るな、行き急ぐなっつうこった。はい、そうめっちゃ言われてるわボス。そうだよ、一生言われてるわそれ。行き急ぐな、うん、だってあれだよ、 E5 だってうちにこうね、薬、花だけで薬作ってくれるのなんてうちの組織だけだろ。だってすごいっすよねそれ。そうっすね。いや、やばいと。なんでそれをやってくれるんだっていう話だよ。今までボスとかが薬を下ろしてたからですよね、 E5 とか。でもそれはお前たちが作ってくれた薬だね。そう、そうなってくると、だから ここに来て負担が減るわけじゃん、お前たちの。確かに。でもそういう外交に努めてた部分があるからっていうところだよ。それをやっとるかやってないか、目先の利益だけ求めたらそうなるし、投資はしておくもんだぞ。それで失敗したっていいじゃないか、勉強代だよ。でも実際それがどこまでが、どこのタイミングで失敗って思うかだよ。1億払って5億払って、あ、じゃあ失敗した、その場では思うかもしれんよ。でもそうじゃないんだ。それをやったことがいつか帰ってきたり花開いて、あ、これがこう最終的にここに行き着くためのものだったんだって思える時がいつか来るんだよ。だから面白いんだよ。この街では夢が叶う街だっていう風に言うやつもおるかもしれんけど、わしはそう思ったことねえし、夢が叶う街じゃなくて夢が広がったり夢が生まれる街なんだよ。
だから思うようにいかないことに対してやきもきするな。思うようにいかねえから面白えんだと思っとけ。それが思うようにいかなかったからこそ何かが叶った時にそこに通ずるものだったと思えた時、一番自分にこう成長につながるんだから。何をするにもそうだよ。考えろ、おめえらまだ若いんだから。そういうことだ。ありがとうございます。ありがとうございます。